はい、どうも、こんにちは。ブラックスクワット。今日はね、アビグノンってところ。まあ、前からあるマップなんだけどね。まあ、ちょっとややクソマップっていう感じなんだけどね。ここで AK 使ってプレイしてみます。まあ、このマップね、ちょっとめんどくさいんだよね。左と右で、ここがね、まあ、スナイパーだよね。スナイパー合戦している左側の方の道に行けば、まあ、歩兵戦って言ったらおかしいか。アサルト戦が楽しめる的なね、コンテンツになっております。あんまね、このマップ好きじゃないんだよね。なんか、いきなり裏取っちゃったりしてるけど。まあ、ここから裏取って、安全にしていくっていうのもありかな。おーっと、もう気づかれてる。まあ大体ね、AK とか M4 とか持ってる人は左側入っていくのがセオリーなんだよね。まあ、たまにね、まあ、スナイパーの構成が少ないのであれば、真ん中から行ってね、攻めるっていうのもありなんだけど。今回どうかな？なんか左側ばっかり行っている気がして。布陣見てもな、結構追い込まれてるんだよな。こんなね、左マップ、あそこ取られるともう結構きついんだよね。向こうが有利でね、こっちの居場所って言ったらもう車の後ろから頭一個出して応戦することぐらいしかできないんでね。まあ、スモークたけば別なんだ。まあ、そんなのもあって、結構戦いづらい感じにはなってるぞ。まあ、あそこ取られたら実質もうきついね。左側はね、ほらもう詰まってるでしょ。こういう時は頑張って右を攻める。おっと、見えてた。まあ、絶対こっちから行った方がいいね。まあもう完全にね、左を捨てて、今回真ん中でね、キルを稼いでいきましょうか。おっと、裏にいるね。さあ、リロードしたんで。早田も出てくる。おっと、二人目にやられたか。ちょっとこれは想定外だ。ガンガン。左見てみるか。いや、右でいい。よし、倒した。リロード挟んで。さあ、長取ったぞ。やば。リコイル制御するの忘れてた。もう結構ね、いろんな武器使うからね、なんか前の武器の感覚をね、引きずるんだよね。さあ、ちょっとデスが加算できたぞ。もうちょっとね、稼いでかないと。よし。やば。ちょっと危ねえ。なんとか頭抜いていく。あ、いるね。どうすか。おっと、そっちにいたか。ひたすら前を攻めよう。おお、何？そっちか。あー、結構スナイパー張ってきたな。スモークたかなきゃダメかな、これは。あ、なんか大丈夫そう。おっと？そっち？やば。ダメダメダメ。よし。狙われたよ。左側はもう全然ダメだね。これまずいな。右で稼がないと負けるんだよな。
人やった。よし、二人やった。ん？いつの間に？あー、3人目いけない。いや、しかしなんかやっぱ微妙なマップなんだよな。これ面白いかってやれたら微妙だよね。なんかスナイパーをさ、いじめてるような感じにしか見えない。ちょっとなんかアサルト同士の真っ当な打ち合いをしたいんだけどね。かといってもな、左行ってもな、不利な状況でやんなきゃいけないから。足音、左。ああ、どう打ちしちゃった。攻めてくるね。100対83か。きついかなこれ、ちょっと。なんかもうだいぶ攻められてるんだよね、左が。やばい、きつい。おーっと、さらに奥。3人ぐらいでこっち見てるよ。左めっちゃいいね。おお。ここまで攻め込まれてんの。ちょっと左こんな人数いるんだから少しぐらいなんとかしてや。まあいいか。はい、右ガン攻めしていくよ。さて、いる。違った？あー、こっちか。はい。さあ、音を聞け。後ろ来たね。はい、後ろ。もう一人。これやった、頭抜けた。さあ、もう一人。ガンガン頭抜いて、ギョーザ止まってんだもん。ヘッドショットしやすいんだけど。はい。あー、ちょっと、マジか。ハンドガンで抜いてきたよ。まあこれな、割と真っ赤くっぽいな。これ左なんだか取りに行った方が良かったのかね、もしかして。おっと、右側いる。やりますね。やっぱな、こっち側を押さえたところで左側でかなり稼がれてるから、左お助けするか。いるね。よし、ここにあって、さあ上を取っていく。あれ、当たんね。おお、ボム食らった。さあ、しかも1分しかない上に4キルか。難しいね、このマップは。さあ、頭抜いていく。間に合わず。はい、そんな感じでアビグノンでチームデスマッチプレイしてみました。まあ、ちょっとね、やっぱね、微妙なマップだと思います。うん。たまにはいいのかもしれないけど。じゃあ次行こう、次。昼はまあ稼いだけど、ちょっとね、微妙っすね、今回は。はい、次の動画でお会いしましょう。